ライブハウスは、ロックや、ジャズなどのライブや、その他イベントを行う、比較的小型で立ち見中心のコンサートホール、または、稼働式テーブル席を置く飲食店のこと。俗に、箱とも呼ばれる。クラブ、アジア外観明確な定義はなく例外はあるが、おおむね以下のような特徴を持つ。比較的大型で、着座式のコンサートホールでは、ステージが見やすいように、 観客席が固定されるフロアが階段状になっているのに対し、ライブハウスの場合、特に1階では段差がないか、あるいは数段しかないフロアとなっている。近年主流のクラブの形態に習い、DJ 機器の常設点増加とともに、深夜から早朝にかけてのクラブ的イベントを開催するライブハウスも増加傾向にある。逆に、ライブハウスを拠点としていたバンドが、 クラブでイベントを開催することも増加した。現在ではライブハウスとクラブとの間の線引きは困難になりつつある。ライブハウスは和製英語であると同時に日本固有の業態であり、英語圏で生演奏を楽しむことができる店はライブミュージックカフェ、ライブミュージックバー、ジャズバーなど飲食の業態や音楽ジャンルによって呼び方が異なる。クラブとしての機能を兼ねたものを 大きさにより、クラブ、ホール、ボールルームなどという。ライブハウスで行うライブは、俗に、箱ライブと呼ばれる。特に路上ライブや、インストアライブ、ライブハウスには分類されない大型のホールやアリーナ、ドームで行うライブとの違いを明確にしたい文脈で、この用語が用いられる。初めて、ライブハウスと呼ばれたのは、1973年に、京都市上京区に開店した。 コーヒーハウス習得であるとされる。ライブとコーヒーハウスの構成でライブハウスと呼ばれるようになった。ライブハウスの多くは工業場ではなく飲食店として営業許可を取得しており、飲食をしない客が多いと工業場とみなされて無許可営業になる恐れがあるため、飲食店としての建前のためにワンドリンク製を採用しているところが多い。 また、工業場として営業しているライブハウスも多くのところで慣例としてワンドリンク製を採用している。場内で提供される飲食物は店によってペットボトル飲料のみのようなところからスパゲッティなどの軽食を調理して提供するところまである。通常は生ビールまたは缶ビール、簡単なカクテル、ソフトドリンクを用意する店が多い。なお、かつて存在していた。 日清パワーステーションは母体が食品メーカーの日清食品でロッキンレストランのキャッチフレーズを採用し食事メニューが豊富に用意されコースメニューを提供するディナー席も用意されていた。ありがとうございます。